何時までやるの？今日0時ぐらいまでやると思うよ。よっしゃー。さあ、こんなもんでいいかな。話聞きに行くか。うっす。おー、ネーミングは稲口だけど強そうだ。ね。これで、やっつけられるぞっていう。研究できず死んじまったぜ。魔物が狙ってるのも炎と氷を一つにする方法らしいっていう。まあ、炎の大地とここ氷の大地だから、ブリザードと、フレイムマンだっけ？あいつって融合するんだっけ？覚えてねえや。ね。メドローはできないやつだよね、ほんと。半分、あれみたいな。大の大冒険で言いたいっすやん。フレイザード。このやつおったっけ？全くわかんねえわ。さあ、何すんの次。クリア？ダイダラ先生の次回作にご期待ください。え？終わり？氷河魔人と溶岩魔人でゴールデンゴーレム。あったな、俺もう。もうすぐジョーカー発売やからもうワクワクしてきた。楽しみ。ね、終わり。お疲れ様でした。じゃねえよ、まだ続くんだよ。よ。聞いたわよ、ダイダラ。あんたすごい武器作り出したんですって？準備できたら溶岩魔人倒しに行くわって。マジか。早くね。お願いしたいわ。それはね。温泉をグレードアップしてほしい？バカじゃねえの、こいつ。ね。こんな時だから裸でぶつかり合うのよ。あら、やだ。壁の中に高ぶるものを、ムラムラするものを置いてほしいっていう。何？何置くみんな。声似てないよ、みんな。魔人の壁影！ね？魔人の壁影？こんないらんやろ。まあ、作りましょうか。作ってくれって言われたからね。武器屋の壁掛けが一個いる。ピストン置く？味方強化されるんだ、マジ。これ、温泉やると。よし、さあ、魔人の壁掛け。めっちゃ強いんだ、この部屋って。とりあえず、かわざっとこう。ウェイ。魔人スパ、荒くれ。へぇー、魔法武器を使うようになる？あ、それ強いわ。ちょ、待って待って待って。待って、それバカやろ。お前ら、最強やん。これで溶岩魔人に戦いを挑む戦いのモチベーションが高まってくるわ。あー、すっごい。筋肉バフバフをしてあげる？いや、いいです。いやーね、ダイダラ、何期待してるのよ。ふふふ、お預けよ。さあ、パフパフのためにも行くわよ。いや、ちょっと無理です。顔面潰れそう。筋肉パフパフってなんだみんな。普通のパフパフがいいな。お願いします。姉子にやってもらおう。姉子ー、姉子パフパフしてほしいっす。焼きイカ。焼きイカ。焼きイカ、うまい。え、金パフ知らんの？いや、金パフみんな知ってんの？俺知らねえんだけど、金パフ。してほしいな、金パフ。頼む！困りんこや。姉子まな板、いや、でも姉子ぐらいでいいってもう、パフパフ。ねえ。はぁ、夜も暮れてきたな。まあいいや。ボス戦行くか、一回。軽く。今日で三章終わるかな。どうやら魔物どもが、感づいてな。潰そうと攻めてきてるんだ。まったく、まあ楽勝だよな。いいぞ。よし、サッカー入り口しちゃおう。エルタソ？まあエルタソもういねえじゃん。ね、過去の女は俺もう興味ねえから。男らしくな、そこは。さ、ブリザードの軍団が攻めてきたね。うぅーい、やっつけよう。あっ、強っ、強い俺、ダメージ通る。かき氷ゲットした。食べよう、みんな。ホークマン、お前ホークマンやったん？うぃ、出てこい。
痛い痛い。いや、君ら魔法装備使ってるね。いいね、尊重しやぞ。さあ、ここでぶちかませ。フェイヨナズンジェイ。イオナズンを舐めるな。俺、イチゴ味？俺、メロン味がいい。ねえ、ホークマンの軍団が襲いかかってきた。やっつけろ。ミオナズーン！エ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 オナズーン！おい！弱いぞ。あれ全部味一緒？嘘やん。俺の夢と希望を返して。メタルマン。よし。こっちは任した。俺は、奴をやる。何？イオグランデ使える？イオグランデはずるいぞ。うわっと。ま、でも、こいつら、施設破壊はできぬ。クソザコですね。おっと、うわっ！ブルーハワイがいい？宇治金時とか。何でもいいや。地形変わってまうとほんまやで、ほんま。ほいー。なんか、威力高すぎてほんま地形変わるな、これ。やっちょっ！ちょっと待って。君何それ。強いね。よし。あ、君ら、でも、大丈夫。俺たちは強い。さあ、メタルハンターも討伐完了です。いかがでしょうか、皆様。俺たち。強くなったぞ。匂いが違うんだ、かき氷のあれって。へえ。要はあれかな、やっぱ人間ってバカだから匂いだけ違ったら美味しく感じるやつ。じゃあさ、みんな俺のさ指にさ、焼肉の匂いつけて、みんなの前差し出せば、あ、焼肉だと思って、いや、かぶりつくのは困るな。困る困る、やめよう。なんか、まあでもそういうことでしょ、理論的にはね。噛みちぎっちゃダメです。ダメです。ダイダラ、あれ、なんだ？手下だけだったのに、今回は、ブリザードがいたぞ？氷河町の奴ら。氷河町軍と手を組んでる？はぁ。ゴールデンゴーレムなのかな？じゃあ、敵って。融合してきて。さ、コンパスに、なんかが、された。なに、どこ行くん次、俺。え？話し切れなかった、ごめん。話に、鼻つまんでなんか食べてみたらって。あった。おお、準備できたか？嫌な予感がする。もしも溶岩魔人と氷河魔人が合体して一つになるようなことがあれば、ゴールデンゴールムになっちまう。溶岩魔人倒してきてくれってやつ？あ、わかった。あ、アルメダついてくるようになった。嬉しい。アネゴもついてくんだね、これって。配合であって融合ではないぞ。どういうことやね。配合も融合も一緒じゃないのか。難しいな。さすがなんかちょっと待ってな。でもかなり俺の町、あー、ボッコボコやな。ねえ、姉子今日も可愛いね。姉子もいいよ。ありがとう、姉子。姉子夜だからね、ちょっと、俺は、やりたいことがあるんだ、姉子。まずはね、姉子とピストンじゃない。それは違う話。この上の世界でね、俺は待たねばならぬんだ、奴を。奴を待たねばならぬ。待ち続けよう。奴が来ること。ね。楽しい！配合ってのは子供を作ること？え、それピストンではないよね。わかんない俺には。来ない？奴は。え、やつ来ないの？もしかして。もう。あ、やつは、来る。やつは来ている。これは一体、どうなるんでしょうか。やつは、来る。さあ、今のうちに、準備を、整えておきましょう。準備は
できております、皆様。いきますよ。いきますよ、皆さん。いきますよ。イオナズン！ウェーイ！あれ？やつは、どこへ行ったんでしょう？消し飛んだ。え、粉々だったの？生きてんじゃん、おめえ。追い出し食らってんじゃん。もう一回見ましょう。ピストン、うわ、助かってくれよな。おう、あ、敵が戦いに行っちゃった。朝だった。あー、なんかもうボロボロやん、ここ。何があったん？俺の部屋にもねえ、みんな。俺のベッドルーム。もうこんなことしちゃって、みんな。反省してよ。よし。はい、まあまあこんな感じでね、俺の部屋はまた平和が守られた。ベッド持ってなくない？ベッドなくなっちゃった。帰ろう。いや、ちょ、みんな、俺分かったことある。聞いてくれる？やっぱ降りるめんどくさい。これ降りるめんどくせえな、マジで。くそー、垂直式落下しろって。いや、ダメに決まってんだろ、おめえ。いや、また今度な。やっぱグリーブをゲットしないと、物語は始まんねえなってことだね。さて皆様、ちょっと一個やってみたいことあるんで、まずやってみましょうか。あー。弾くのダメなの？何弾くのって。これ、壊そうぜ。へい！お！出た！魔城の壁！最強の、壁と名高い魔城の壁シリーズ出るんだ。水に落ちろって。水って効果あんの、このゲーム。じゃ検証してみましょうか、皆様ね。せっかくなので、さあ、この真上どこでしょうか。トロッコの内側。むずいですね。よいしょ。まあ、せっかくなんでね、皆様。ここでいいか、じゃあ。この辺りに。ほい。まあ、こんだけ掘れば、よろしいでしょう。よし。死ぬなよ。でも、死なないでしょ、みんな。俺、リスナーのこと信じてるからさ。よいしょ。まあ、でも、なんとかクラフトだったらね、結局は、食らえへんやん、ダメージ。それやと一緒で思うねんな、やっぱ。なんとかクラフトと。ね、高いところから、バシューンって行くじゃん。ダメージが、食らわないで、生き延びるのじゃないかっていう。多分そういうね、なんか、可能性っていうか結果がわかるよね、やっぱ。
よし、それでは早速やってみましょうか。この高いところが落ちて果たして生き残るのか。いきます。うーい、あれ、誰、嘘ついたやつ、嘘ついたやつ出てこい、おかしいやろ、おかしいやろ、お前浅いからだぞって、これ以上掘れねえんだよ。うわー、騙された、訴えてやる。あー落ち込むこれ。うわ、俺もリスナー初めて騙された。あんないいやつやったリスナーがもうおらへんのか、もう悪いやつしかおらんのか、うちのリスナーには。はあ、悲しい、悲しいけど頑張ります。行ってきましょう。水ビターンしたら痛いでしょ。俺は水泳をやってたからな、痛くない打ち方ってやつを知ってんだよ、みんな。よし。ビターンって垂直に落ちよう。じゃあもう今から、青い世界へ行きたいと思います。頑張ります。ダイダラって痛いやつじゃん。いや、全然痛くないからな、俺。いいやつだからな、みんな。みんな思ってる以上に。まったく、人ってのはね、みんな本質を見抜かなきゃいけないよ。姉子連れていかんのか。いや、もう姉子もいらんって。俺、ドラゴンクエストビルダーズで仲間を連れていくっていう行為が、一番甘えてると思うんだよね、もう。わかんないか、みんな。じゃあ今こいつを、やっつけよう。お前やった、溶岩マシンって。クソ雑魚やないか。前倒したわ、もう。実質。ねえ、おい。あ、落ちろ。つや。おいしょー、早い落ちろ、早い落ちろ、早い落ちろ、早い、ウィー、あ、出た、久々にテーブル、ほい、ウィー、クソ弱えクソ弱えおい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 、お前マジ弱えな、おい、クソザコ太郎って名前だったか、おめえ、ウィー、なになになに、君クソ弱いね、マグマハンドをやっつけた。さあ、アルミだから依頼された事項達成です。まあ、なにここ、この床買った、え、なにこれ、かっこいい、うーん、久しぶり、おっす、よし、マグマ石をちょっと回収しとこう。ここでリスナーの情報の本質を見極めるのがお前の役割やぞ。そうやな、俺は甘えてたんかもしれん。リスナーは全員いい人だって。そりゃいるわな、世の中には。時には嘘をついちゃう人もな。その中で本当と嘘を見極めて取捨選択ね、そういうするのが俺だ本来。ごめんな、みんな、責任を押し付けてしまった俺は。はあ、もう俺誰も信用しねえもう信用できるのはやはり自分だけだっていうことなんだろうか、みんなな。ダイダラは嘘しかつかないよな。いやいや、俺今まで嘘ついたことあったか、冷静になって考えてみろよ、みんなな。あ、よいしょ、世界いい人かもしれない選手権1位だぞ俺。よし、魔杖のいっぱい作っとこ。でもこれ、これだけ素材あったらなんかいっぱい作れそうやな。確かに、かもしれない。ヒントなしで OK。 俺今までリスナーのヒントに頼ったことあった？ないでしょ？ね？俺はいつも一人で頑張る。だからこれからもね、何でもできます、信じてくれ。よし、ここ置いて全部温泉化したらおもろいなと思ったけど、ほら、温泉化せえへんやんけ。これ温泉化してくれよ、温泉化せえへんやんけ。もう
何やこの世界は。温泉化しない世界。よし、お家族連れがおる。よし、ウィーよいしょ、子供だけやっつけよ。さあ帰ろうか。低いとこ限定なんか。なるほどな、それは知っとるけど、ここ低いかなと思ってんけど全然高いな。今よう見たらここ海抜あそこやわ。はい、じゃあ帰りまーす。最低って。いやでもなあ、なんかそういう時もあるやん。ちょっと俺イライラしてて今。許してくれみんな。さあ姉子に報告したいんだけど、姉子どこいんの。姉子いた。自分の部屋こもってんじゃん、この地下工房へ。姉子のために地下室作ってあげたんだよ俺。やったね、大だらあんたやるな。ゲームうまいよ。けど、妙だね。魔物の親玉倒したら、パーッと空の闇が晴れると思ったけどな。これってまさかいるってこと？もしそうだとしたら、ルイジはどうしたらいいんだ？こうなったらあいつの研究所に行ってみるか。おっと、すまね。今こっちの話だ。ご苦労だったね、大だら。あ、これチューしてるで。ありがとう。ちょ、待て。地下室だからってやめろって。さあ、命の木の実もらった。近い。ドキドキしちゃう、これ。地下だったら、埋めようぜって。ダメだよ、埋めたら。かわいそうでしょ？動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットの方は、動画の下のここをタッチ。パソコンの方は、動画の下のここをクリックしてね。また、Twitter もやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それではまた次の動画も見てください。じゃあの。